いつもご視聴ありがとうございます。チームサブローサイクリングでございます。今回は2024年2月4日に、4日に行われましたシクロクロス千葉のレースの模様をまたオンボードにコメンタリー乗っけてお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。前回大洗は一応動画撮ったんですけど、なかなかちょっと忙しくてコメンタリーできないうちに千葉が来てしまったので、今回千葉になります。コースはこんな感じで、基本例年と同じですよね。変わったのはちょっと山道の奥のところの、上陸するところとかがちょっと変わっ上陸した後のところがちょっと変わったのかなっていう感じで、山道エリアは2年前のコースっぽい感じでした。後ほどちょっと見てみたいと思います。はい、で早速スタートですね。今回は、私はゼッケン、19番で3列目ということでございます。いつもレースね、スタート下手くそなんで、スタートの上手いカサムーチョさんの後ろを取りました。で右側にもまたスタートの前進藤選手、左側にもまたスタート前柴田選手ということで、3列目左2番目からスタートして1コーナーインをかすめながら、2コーナーはアウトからこうスルスルと上げていくという、目論みで、この場所を選択しました。さてさてどうなることやらでございます。はい、スタートしました。すぐ手遅れ気味がちになりますね。ここで、ワイプで抜いてますけど、真ん中ぐらいでスタートしたんですけど、湾岸の清水選手、川端選手にも抜かれ、そう左入れよって言われて、ちょっと譲るなどして、成田さんにも抜かれましたよね。で右側でちょっ と,、走ったのかな、誰か落車寸前になったところにちょっと煽りを食って、踏みやめてしまったところで、またここで、杉浦選手だとか、もうわけわかんないですね。いろんな人に抜かれるなどして38番目ぐらいで下りセクションに入っていきます。あ、ここでほとちゃんにも抜かれました。39位でしょ。そうなんだよね、ここスタートのところで、目論見誤り、ここで菅沢原さんにも抜かれるということで43位。このスタート一番初めでね、いろいろ陣取りとか考えてたんですけど、やっぱこう遅れちゃうんですよね。なんかとりあえず1周目はこの、わちゃわちゃ具合を見ていくということで、いつものように、抜きつ抜かれつというところを見ていきたいと思います。今45位ぐらいか、ここら辺がね一番、なんか ぼーっとしてるわけじゃないんですけど、左から稲雨の選手も抜いてきましたよね。あと言っております。遅れてしまった、なんだろうね、こう決してこう踏めないわけじゃないんで踏んでるんですけど、なんかこう前の詰まりとか横の詰まりとかに、気を、使ってしまって、それでどんどん抜かれちゃうっていう感じなんですかね。今49位まで落ちました。多分ねレースでここが一番、そう、初平丸さんに抜かれたぐらいのところが一番、底辺だったのかな。で初めの試験員に入ります。で試験員で左側の方でちょっと詰まって、菅原さんがもったいなかったね。ここ詰まっちゃったところをちょっと、ごっつぁんさせていただいて、2、3人パスしたんですけど、そうでここで、ショヘマルさんに、あ、ムーチョさん頑張りましょうって左から言われていて、そうそう負けられない戦いがここにはあるということ で, そうで山ちゃん、ゼロトップの山ちゃんに右側からね、応援してもらったんで、あ、もう俺またここ順位こんなとこじゃんっていう風に思って、ここからちょっと気合を入れ直して、あ、これはレースをしてるんだと、なんか譲り合いとかこう安全走行をしてるわけじゃないんだということで、ちょっと自分 の, あのマインドに葉っぱをかけてですね、ここからちょっと頑張っていこうというふうに、心を入れ替えたところでございます。でそんなこと言ってるうちに菅沢さん右からズバッと抜かれて、翔平丸さんもうまく左からいいの使えたでしょ。馴染みの顔がたくさんいるんですけど負けてらんないなってことで翔平丸さんを抜き返し、サンドエリアの前にはやっぱりどうにもこうにもちょっと前にも出ておきたいなということで、ここちょっと強引だったんですけど、1人パスしてまたアウト側からうまくパスして、これね、ちょっとすみませんって言いながら、で左のワイプではもう進藤君あれだよね、くねくねのところさっきでスタンド突入してるでしょ。菅さんこのラインか相当黒で、菅沢さんは結構攻めたラインを走ったんですけど、ここでリアを滑らせて、あぶね、そう落車寸前をうまく回避して、ね、リアハイサイドして、そう、あ、ライン攻めましたねってことをお伝えしながら43位まで上がって、サンドエリアに突入します。でこの、ね、
3年前ぐらいもなんかね、カトマンズさんにね、もうダメだとかって弱音を吐いた気がするんですけど、ゼロトゥートップのヤッシーさんがあそこで応援してくれたんで、また出遅れましたというふうに、お伝えしておきました。で、サンドエリアここね、やっぱね、乗車で行ってますよね。あ、すいませんね、なんかちょっと砂がついて、あの虫みたいな感じだけど、これ砂なんでご容赦ください。で、みんなディスマウントしてるところをマウントでうまく行けて、成田さんをパスで、あと、48番、これは誰だ、竹内さんもパスしてするなどして、結構いい感じでね、38位ぐらいまで上がりました。で、ここインに行きたかったんですけど、インたくさんいたんで、アウト側から攻める気持ちを忘れずにっていうか攻めたんですよね。で、あんまりプラスマイナス0だったかな、うん、ちょっと体力使っちゃったんで、ディスマウントしても良かったかなと思うんですけど、一旦ここで、このくぼみエリアですね。柴田さん、ここなんかちょっと苦労してたよね、毎回ね。で、その様子を見てたら、私もこれ行けなかったんだよね。そう、ラインをミスってしまって、行きたかったんですけど、行けなかったというところで、1人にパスされて、柴田さんがディスマントしてる隙に抜いたんですけど、ホトちゃんに抜かれました。今回はね、結構ホトちゃんとバチバチあっちこっちで、同じ場所で争ってると。で、柴田さん、加速に、その通り柴田さんに抜かれて、38位でサンドエリアに復活します。ここ、ホトちゃん、イン疲れたんですけど、ここ負けられねえと思って、はい、ちょっと踏ん張って、38位で突入。あれだね、柴田さん、ターンインするときに、内側を足下にするんだね。というのを、これ、そうそう、走ってるときにも思ってみたんですよ。あ、なるほど。あ、でもここそうだよね。外側を歯科上位してるよね。で、ここがちょっと、例年と違うエリアで、ちょっと短いのかな、ここ手前で曲がらされたのかな、同じかもしれないね、うん、ここはね、毎年いろんな下尾コーナーとかいろいろあったんですけど、今年は何コーナーになるんだろうと思いながら走っておりますと。で、38位で順位は柴田さんの後ろ、後でね、柴田さんに聞いたら、あ、おさむちさんいたからちょっとね、グッと踏んで前に行ってカメラに映るようにしておきましたって言って、そういつもそういうね、オレンジヘルメット見つけると前に出たがる症候群の人たちがたくさんいるんでね、ちょっとハンデを変なハンデを背負ってるんですけど、ここで前の方が落車してないね、ごめんなさい、それネタバレ、次の週でした。で、応援いただきましてありがとうございます。ここら辺はもう毎年と同じですよね。ここで、あ、和田さんからも応援いただきました。ウィンディーコーナーね、ここも毎年おなじみのウィンディーコーナーで、あ、そうだから柴田さんの応援受けてるところを私が後ろで追いかけてるというところですね。で、この林間区間も同じなんですけど、あ、ゆっこさんありがとうございます。ほとちゃんが後ろにいるんだね。こうやってガヤいただくとね、誰が後ろにすぐいるとかすぐ分かるんで、ほとちゃんがすぐ後ろにいるということをこの時察知しておりました。で、今の林間区間ももうおなじみですよね。あそこで結構呪術なぎになるので、スタート出遅れてしまった私はなんとか追い上げたいんですけど、柴田さんすごい爆速だよね、やっぱりね。ああいうところのポンって短いところでクンと踏む、フィジカルやっぱりあるから負けられないですよね。その前は、榊原さんね、榊原さんゼッケン4番で、フロントローだったはずが、何かを忘れてですね、ちょっと後ろ、私の後ろに並んでいたと。はい、あ、応援いただきました、ありがとうございます。で、ここで2周目に入ります。指導の選手にパスされて37位かで、今回から、前回の大笑いもちょっと入れたんですけど、このラップのタイミングでの順位を入れてみました。1位竹内さん、ワンガン竹内さん、あ、でしょ、2位が藤平選手、3位が谷さん、あ、ということです。で、次は、この週のラップタイムを入れてみてます。私は33位か、37位でクリアしたけど、ちょっとラップタイムは良かったのかな。でも7分台ってあんまり遅いよね、まあ、ね。で、諸平丸さんにまた下りで抜かれて38位になっています。で、ラップタイム順位なんですけど、1周目一番早かったのはやっぱ竹内さん、あ、まあそうだよね、通りなんですよね。で、私は37、あ、そうですね、37で通過したから37話で、ちょっと毎回この、ラップが終わった後にこのタイム、ラップタイムだとかラップ順位だとかっていうのをちょっと入れながら見ていきたいなと思っています。はい、で、2周目に入りまして38位、初辺丸さんに抜かれてもうまだなお前にライダーがいるので、ここはついていかなきゃなっていうことで頑張っています。で、進藤くんがちょっと見えてきましたね。前の66番山口選手か、山口選手なんかいつもレースで近く走ってるような気がするんですよね。
なんか負けてることが多いような気がするんですけど、今回も、近くはして、やっぱ黄色ヘルメット目立ちますよね。あの目立つヘルメット軍団同士で頑張っていきたいなと思って、進藤君イン行こうと思ったんですけど、気づかれてっぽくてですね、あのうまい感じでこうラインを締められたのでちょっと抜けなかったですね。で試験がね、今回試験盤高かったですよね。で進藤君試験のこのディスマウントめっちゃうまくて、あそこで私ちょっとやっぱ今回ダメでしたね。そんな間に、44番大久保選手にも抜かれてしまうということで、相変わらず順位は停滞しているということでございます。今日のコンディションは雨か、そうで、アンジュニアの田島彩人くんね、1分差スタートだったんですけど、もう追い上げてきました。でここで姑息にね、あのそう、あのね、爽やかにね、ありがとうございますか、お疲れ様ですか、挨拶を交わして、あの行ったのが爽やかですよね。応援してます。で、あの姑息にあのジュニアの選手早いからついてこう作戦でついてこうと一瞬思ったんですけど、全くついていきませんでした。問題が発生してですね、まあここはあの別カテゴリーなんで、しっかりあの同じカテゴリーの選手と、レースをするということで、進藤君にもここにもね、ブロックうまい感じでブロックを取られてしまって、というか私のライン取りがあんまうまくないのかな。で前にたくさんライダーがいて三陸間を迎えるので、なんかね、あそこの三陸間、大笑いもそうだったんですけど、あのソロで走ると結構うまく走れるんですけど、前にライダーがいるとどうしてもね、あの、まあ、好きなライン選べないっていうのもあるし、あのまだまだ視野が狭いって言ったんですかね、離れしてないっていうのもあるので、どういうラインを取ったらいいのかみたいなちょっとアイデアが思い至らず、あの自然と前の人 の、 前あの後輪に吸い付くような形であのラインを取ってしまい、ディスマウントということがあったんで、なるべくこう、ね、ライン取りとかそれを含めて、なのでちょっと、ね、差を開けて突入しました。で皆さん結構ディスマウントしてますよね。だからここをワイプで抜いてもらってますが、ここ結構うまく走れましたよね。あのハンドル の、 あのトップバー持って、ここで進藤君をパスさせていただいて、杉浦さんもパスとあしてないか、あ杉浦さんにちょっと捕まっちゃったんだよね。で、すごくかっこいい、この佐々木選手か、すごくかっこいいの、磯前選手じゃなくて佐々木選手、をパスして翔平丸さんのラインの後ろ、ここそうなんだよね。だから本当はここインに切り込んだ方がいいんですよね。でここで佐々木選手にのバックスグラインに抜かれてしまって37位ということで、ここはどうしたんだっけな、乗ったんかな、うん、今乗りましたね、うん。結構なんか重機を入れて耕したっていう風に聞いたんですけど、そのさっきまたコンディション的には雨だったこともあり、砂が結構締まってる。あ、左側で八木さんと田島彩人くんがちょっとなんかあの見つめ合ってましたよね。なんかサドルかペダルがホイールに入っちゃったのかな、うん。八木さんもね、結構ね、大笑いの時もいろいろバチバチさせていただいて、今回も近いところ走ってるんで、あのああいうところで、あのロスしてる隙を狙ってあのパスをさせていただくというような状態になっています。でまた柴田さん前をね、なんかやっぱりオレンジヘルメットの前にいる症候群が発症してますよね。でここで見ても分かるように前は結構つながってるので、やっぱりちょっと抜いていきたいなーっていうのが、そうだよね、ここね、インガはインそうで、先ほど、見つめ合っていた八木選手にここで抜かれてしまいます。そうでちょっとコンディションの話ができずじまいなんですけど、雨がずっと降っていて、でこのレースの時間帯ぐらいで雨がようやく止んだような感じになっているので、サンドがすごいあの重く締まっている感じなので、あの走りやすいっちゃ走りやすいんですけど、やっぱりちょっとラインを逃すと、ぐさっと刺さっちゃうんで減速しちゃうということで、どれだけこうあのラインをうまく選択できるかというところにかかっているかなというのが、芝のサンドでしたね。でも大洗いの前のパスパサなふっかふかのサンドで結構ね、思想を含めて経験値積んだので、ここは他の選手に比べて結構乗車で行けた、まあ早いか遅いか置いといて行ったんじゃないかなと思って、ここで落車が発生しましたということで、あ、すごくかっこいいの、佐々木選手ですが大丈夫かな。でそこでちょっとわちゃわちゃしてる中で落車だったんですけど、順位はちょびっとだけ上げて今35位ですかね。で MM1 の選手がいるので、ここはちょっと申し訳ないということでパスさせていただいて、柴田選手と綾人選手の後ろに、はい、復帰をしております。
ここの根っこのうねうね感がいやらしいですよね。ターンインするところちょうど根っこなんで、ずるっとこうリーンウィズカなんかで行くとずるっと行きそうなんで、どうしてもうまくここは走れませんでした。でここもダブルピットのところの、はい、後半セクションもコース的にはほとんど例年と同じ感じですよね。で、柴田選手の後ろで、2周目が終わって3周目に突入するということで、今日のレースはね、全体的にそのサンドエリアでやっぱりちゃんと乗車でアドバンテージ得たいと思って、 ありがとうございます明恵さん、ありがとうございます。明恵さんずっとあそこでねガヤいただきましたね。で3周目が終わりまして、1位が松崎選手、2位谷選手、3位宮崎選手、4位藤平選手、5位山田選手、6位に竹内選手落ちちゃいましたねっていう感じの、上位になって、私は35位で通過。ラップタイム的には2周目で私は6分55秒というので、まあ、1周目から5秒ぐらい上げたぐらいになって、ようやく6分台と。1周目の松崎さんは6分フラットですね。めっちゃ速いですね。で当然ラップタイム順位も松崎さんが1位と。で2位が宮崎さん、3位に土井選手が上がってきているということで、3位土井選手今回もねすごい調子良かったんで、ここら辺からグッと上げてたっていう感じだったんですね。私はラップタイムは6分切ったけど、6分台に入ったけど40位でした。はい、このトハンが辛いですよね。やっぱり私スタート苦手っていうか、まあ、中盤でスタートするスタートが苦手なんですよね。で、あとその後スタートすぐのトハンが苦手っていうことで、まあ、今回の千葉はご多分に漏れず、その私の苦手な、要素が詰まったスタートで、まあ、案の定ゼッケン19番3列目から49位まででしたっけ落ちちゃったんですけど、カテ4からカテ3に上がった時も同じように結構真ん中ぐらいまで落ちちゃったんですけど、3位表彰台ってことで、結構あの時はあの時も雪が、上がったゾロゾロのレースで、前のライダーが結構こけていく中、私がスタイリッシュにこう生き残って3位表彰台ということだったんですけど、その前のレースもやっぱりスタート遅れちゃったということで、千葉鬼門ですよね。鬼門なんだけど、鬼門なりに頑張んなきゃいけないのはとは思いつつ、なかなかやっぱり脚質っていうか心拍特性みたいなやつは変えられないじゃないですか。まあここだからどうしたもんかなと思って、今回は途半はある程度もうそのイーブンペースで上がっていって、サンドエリアで出し切るみたいなっていう作戦で行ったんですけど、まあやっぱりそうは言ってもシクロクロス短い時間の、スプリントレースだから、初めからガシガシ行かないと、こうやって中盤でうずもれちゃうと途中こうやってね、いくら後半頑張ってもというか、まあ、タイム的にはとても頑張ってるとは言えない平凡なタイムなんですけど、なかなか追い上げられないっていう問題が発生してますよね。はい、ているところでまた三度区間に突入するということで、今回は私の後ろ、そうね、結構後ろに集団を引き連れて走るような感じになっているところはシーンが多かったのかな。私の後ろ今橋本選手とか、音塚選手、音ちゃんとか、さっき菅沢さんがずるっと言ったところ怖かったんで、私は結構直角目に入っていくような形にしています。で36位で、3度の区間に突入ということで、そうだった、後ろ走っての水上さんっておっしゃってましたかね、こうやってガヤいただくと後ろにいるなとか、カメラの復帰、斉藤さん、復帰の斉藤さんに撮っていただきました。いいところを撮っていただいたようで、はい、ありがとうございます。でここではなるべく早めに、海岸沿い、海沿いというか、水際沿いまで降りてここで走っていくということで、そうね、ここ前が結構また差開いちゃってるから、ここではパスできなかったですね。でここで技出しにうまく乗ってて、踏んで踏んで、なるべく今回はインに行きたかったんですけど、インにつけない問題でまたここでリスマウントしてしまいました。多分水上選手からちょっと後ろ、ぶつけてしまってすいません。
で、このコースの今回の特徴はこのくぼみですよね。このくぼみがうまく走る。そのところでうまく、あ、今回はうまくいけたんですけど、なかなかね、突入の時のラインが、チームユーキャンの山本純平選手ですかね、スタートの時にズバッと抜かれたんですけど、ここでちょっと苦労してみたいな、パスさせ、し直させていただきました。で、また山口さんに追いつきましたね。山口さんも結構、なんだろう、あ、なんかちょっとペダルがはまらなかったのかな。ここで、その、隙をついてパスをして30位にアップ。で、前を走っているのが、竹内選手ですね。あ、で、ここからオレンジのジャージ、川端選手の近くをずっと走ることになります。川端選手は海星の時にドッテのキャンバーの区間のところでちょっと落車をした時になんか骨折されたのかな、骨折明けで、あ、南野さんがいただきました。ひなちゃんもね、あそこで、頑張れ頑張れって声援をいただいています。あそこは南野さん、ひなちゃんコーナーと今年はなっておりました。で、ダメージリスト入りしてたんですけど、千葉で復帰してめちゃめちゃいい走りしてますよね。ありがとうございます。ガイありがとうございます。ありがとうございます。そう、骨折したって聞いてたのにいいとこ走ってるじゃないですか。すごいですよね。あ、声援ありがとうございます。黄色い声援ありがとうございます。女子軍団からこう声援をいただきました。で、大笑い。千葉のこの3度2連戦ということで、ちょっとタイプの違う3度だったんですけど、やっぱり大洗出ていったことで3度エリアの結構走りは良かったですよね、全般的に。なのでスタート49位で出遅れちゃったんですけど、そこからじりじりと挽回ができているというところにはなっています。で、川端選手の状態も知ってたんで、まあ、頑張ってな、すげえなーと思いながら、なんか抜けるかな抜けないかなと思いながら、また山口選手にパスされてしまうというような形で、そろそろ3周目が終わるっていうところですね。ここもちょっとね、ちょっと下がネタネタだったんで、なかなか、ありがとうございます。コーナーリング難しかったですよね。ここから4周目に入っていきます。じゃあ4周目のラップちょっと見ていきましょうかね。1位松崎選手、2位山崎選手で、3位に土井選手がいるんだ。4位と宮崎選手と多分バチバチやってる感じ。1位の松崎選手は結構ぶっちぎりで30秒差でぶっちぎりなんですね。で、私は35位で今、消防用は宇都宮支店でしたっけの橋本選手に抜かれていきました。橋本選手も家庭2に上がってから結構いいレースされてますよね。結構ずっと家庭3の時が長かったのかな。ご一緒ずっとレースさせていただいたんですけど、上がった後やっぱり調子がいいジンクスっていうか伝説ありますよね。で、3周目ラップタイム的には山崎選手が1位だったか、土井選手3位、安定していいラップタイム。私は少し上がって25位のラップタイム順位でしたね。はい、やっぱりサンドエリア のくぼみのところをディスマウントしないでマウントして乗れたってのが結構でかいかもしれないですね。はい、はい、こう聞いていただいて分かるように結構息が上がっているということで、まあ、縦4、40分のレース真ん中中盤戦まで来ております。途半のところでなるべく上げすぎないようにして、ここの下りで心拍を整えるということで、そう、前回の大洗からですね、大洗からじゃなかったの、本当は宇都宮からだったんですけど、再婚の表示を表示させるようにしました。今ちょっと TCX でパワー目がないんで、パワーないからコースでどこ走ってるのっていうところとスピードと心拍ぐらいしか出ないんですけど、松伏で上りで191の心拍を迎えて五輪中し、最後1分垂れた宇都宮はもう三段坂の上で201の心拍を記録して、やっぱそこでもう足が売り切れてしまったとか、フィジカル終了してしまったっていうのがあるので、まずはちょっとちゃんとしっかり心拍を見ながらレースをしなきゃいけないんだなと、シクロクロスを始めて4年目で初めて遅まきながら気づきましたと
で、心拍はちゃんとしっかりとってたんですけど、私が使ってるサイコン、サイコンじゃないや、サイコン、ガーミンの130プラスと、アクションカム、DJI オズムアクションなんですけど、この相性があんまり良くないみたいで、サイコンの真下に、サイコンをぶら下げてると、多分アクションカムの電磁波ノイズとかだと思うんですよね。それでサイコンの GPS を取ってくれなくて、 GPS が全然記録されないっていう状態が続いてました。で、私ちょっとそれ、レースのログ見ててそうだなと思ったんですけど、原因が何だかちょっと分かんなかったんですけど、思想のカメラをオフにしてる思想の時は撮れてて、レースでは撮れてないっていうことからすると、やっぱりアクションカムが影響してるんだなと思って、ちょっと格好悪いんですけど、アクションカムの場所はもうずらせないので、サイコンを、ハンドルの、トップバーのところに、ちょっと移設をして、でカメラと話すような形にすることで、ようやく GPS のデータを含めてしっかり記録することができたと。またサンドエリアに入りましたね。ここで、川端選手をパスさせていただいたのかな。川端選手、サンドのところで結構近く入ってパスするんですけど、いつの間にかまたパスされ直してるっていう。よくね、サンドエリアは抜きつ抜かれつ、去年の大洗はリーホー選手とか成田選手とかとなんかもう抜きつ抜かれつしてたんですけど、今回は、川端選手と抜きつ抜かれつを繰り返すという感じでしたね。ここもちょっとやっぱり、そう、サイやっぱりディスマウントしちゃうから、こう前で詰まってる状態なんだけれども、そこで終わっちゃうっていうか、ちょっと。カズマさんに収めちゃおうと応援いただいた瞬間にこうこけるという、もうめちゃ恥ずかしい状況を迎えておりました。で、結構ガク選手があそこで歩いてましたね。どうしたんだろう、なんか毎回結構いいところを走ってるんですけど、いろんなトラブル、メカトラとかなんとかで結構ね、DNF だったり、リザルトの後ろだったりって、残念なレースが続いているんで、残念なことだったかしら。ここで、マスターズの M1 の、田辺さんをパスさせていただきました。なかなか1分差スタートのこの順位を争うレースで、後続から迫られちゃうと、もうレースにならないですよね。ちょっと申し訳ないなと思いつつ、ありがとうございました。パスさせていただきました。ここね、ひなちゃんコーナーなんですけど、この若者アクティブ軍団がね、すごい応援をしてくれたんですよね。徐々に人が増えていって、ありがとうございます。毎回毎回あそこに座って、頑張れ頑張れってね、ひなちゃんに応援をもらって、本当に力になりました。だから、アクティブ若者、アクティブコーナーと、ひなちゃんコーナー、今年はそんな組み合わせでございました。で、そうこう言ってるうちに、レース展開は、4周目の後半を迎えていって、サンドエリアが終わって、林間の真ん中ら辺を走っていますと。で、峯岸選手と、前、リーホン選手。リーホン選手、前、なんかトラブル、ちょっと途中でなんか止まってたような感じだったんで、スタートも良かったでしょ、リーホン選手。で、ちょっとここまで、ようやく追いついてきた感じなんで、しっかりついていきたいなというところでございます。で、アクションカムと、サイトの運用をうまく改善できたので、宇都宮では撮ってたんですけど、バッテリーが最後まで持たなくて、というか JCF から動画ダメって言われたんで、お蔵入りで、大洗は 撮ったんですけど、コメンタリー入れてないんで、とりあえずそのまま垂れ流し状態になっていて、最後というか今回ね、千葉はようやく、しっかり撮れたということで、ミニレス選手をパスさせていただいて、32位まで上がってるということで、いよいよリーホン選手に近づいていきました。練習仲間、仲良しコンビの、リーホン選手です。なんかリーホン選手、あれだね、ふくらはぎになんか貼ってますね。なんだろう、サロンパスっていうか、あれかな、筋肉痛対策とかなんですかね。ありがとうございます。ご覧いただきました。32位で5周目に突入ということで、1位はぶっちぎりの松崎選手で40秒差。土井選手は4番手、でも4番手、5番手を争ってるっていう感じですよね。羽根さんが始まってますね。で、私は4周目6分40秒ということで、3周目も6分41秒、今週も6分40秒ということで、サンドエリアでディスマウント2回あった割には、まあ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 、全体の順位も29位と。
ということで、まあ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  50% 前後ということで、まあ、だからこそこんな位置を走ってる感じですよね。で苦手なとはんで、リーホー選手と峰岸選手に抜かれかけて、リーホー選手には抜かれてしまいました。めっちゃ根性ですよね。自分はもうあそこもう限界、もうこの心拍173かもう限界だったんで、ちょっと出し切ることはできんぞと思っていたら、前に西村選手が近づいてきまして、いつも抜きつ抜かれてて、最後抜かれて後陣を廃している西村選手のようやく、いつもそうなんですよね。後半最後の3分の1ぐらいのところで追いついていけるかと思うんですけど、ここからベテランのこう強みっていうか、粘りで、っていうか私が垂れるだけかもしれないですけど、置いてかれてしまうというので、多分この32とか31、ここら辺の争いをしているのが一番ハイライト、リザルト的にはハイライトかもしれないですね。で、高い試験で、西村さん、ないよね。あそこでね、そうなんですよね。多分スマートに駆け抜けた峯岸選手にも抜かれてしまって、やっぱり、高い試験ダメですね、苦手ですね。もうちょっと写真で振り返ったんですけど、私足高く上げすぎっていう、バイクも高く上げすぎで、高い試験と思ってるんですけど、そんなに高くないっていうか、自分でハードル上げちゃってる感じがしてたんですよね。でやっぱり進藤君とか上手い選手の試験見ると、結構スレスレでさらっとスタイリッシュにこなしていくっていうのがあったので、そうね、だからいつも置いてるマーカーとか、そういうのじゃなくて、ちゃんとした板みたいなところで、練習もしなきゃいけないし、まあ、そういう機会もなかなかないんで、しっかりこう低い試験を超えるような足さばきをちょっとやらないと、ああいうところで必ず抜かれちゃうっていうのは、レースしてあまりもったいないですよね。で、心拍の話を戻すと、なので、自分はやっぱり無酸素があんまり強くないっていうのもあって、で、ルーラーキャックスなんで、なるべくロングライフクーランとしてね、ロングライフで行きたいので、心拍を上げすぎて、もう激落ちしないように、心拍をコントロールするということで、最高の表示 もう心拍にたくさん一番大きくして、あとは現在時刻と経過時間の3つに絞ってですね、ああいうところでもなるべくちょっと心拍の数字を見ながら、途半ね、余裕があるところ途半で心拍の数字を見ながら、ここ右ラインできてますよね、なるべくラインをトレースして、リホさんのここいうコンディションうまいんだよね。なのでついていかないように、リホさんの作った私を利用させていただいて、越したんだと、はい、ついていく作戦をしています。なので、心拍を見ながら、本当はでも、まあ、190までいっちゃうとあれなんですけど、やっぱり、ね、170超えるときつい問題が出るので、なるべく心拍見ながら、そこを超えたらちょっと抑えようかなと。でこういうランの時とか散歩の時は見てらんないんで、しょうがないんですけど、まあ後で振り返ってもね、こうやって、心拍振り返ることで、ちょっと全体のペーシングを工夫するっていうことができるのかなと思ってます。でここでリコさんパスしようと思ったんですけど、またここでね、もうホットアクションで、まあ、前輪が刺さってリコさんを邪魔してしまうと、道沿いにしてディスマウントになりまして、こうやってるうちに川端選手に迫られてるんだね。リコさんにはランでも、ここで川端さんに変わるでしょう。やっぱ川端さんないっすよね、あそこ。ありがとうございます、ありがとうございます。疲れそうだったんで、ちょっとここは頑張って、心拍きついんですけど頑張って、パスをして33位に順位を上げるということで、ああいうふうに頑張っちゃうとね、心拍つらくなっちゃうんですよね。でも173、最大心拍ちょっと私あんまり高くないと低い。お、若者が集まってました。なんかカンクロでもなんかすごいヤングな若者たちがハッスルしてましたけど、ひなちゃんありがとう。ひなちゃん、そこで寒い中ね、一人で頑張れ頑張れって応援してくれて、本当に感動しますよね。本当ありがとうございます。
33位でリンカーンセクションで、リンカーンセクションちょっとあそこの木 の出っ張りが怖かったですよね。木の出っ張りで、アウトに膨らんだ時にそのままアウトの道を、宗像選手ありがとうございます。金色のポンチョっていうか雨具めっちゃ目立ちますよね、どこ行っても。あ、宗像さんだ、分かりました。また宗像選手の本場で迎えた、ね、ここでまた林間区間で呪術なりになっています。根っこのところはケアしてバイクを立てて立ち上がりって、多分ね、リーホン選手に、飛んだガヤなんですけど、自分に言われてるかのごとく、そうそう立ち上がるやなと思って、こう気合を入れてる。このぐらいの立ち上がりのリーホン選手のフィジカルすごいよね。あ、ごぼう抜きしてったね。3人ごぼう抜き、かっこいい。自分はそうね、インターバル練習してそういう立ち上がりもやってやれないことはないですけど、まあ、ちょっとここはあえてやらないでおいたってことにしましょうか。そう、何せね、この途半が待ってるからね、あそこでガツンと上げちゃうと途半がきつくなっちゃうので、6周目に入りました。5周目が終わった時点で松崎さん1位、やっぱ2位、びっちりですね。48秒差をつけています。私は、34位なので、西村さん、リホ選手、宮城選手、加藤選手、後ろにユーキャンの順平、早松順平選手がいるんですね。近しいところで、いつもの、ライバルと近いところを走ってバチバチやっております。ラップタイムは6分44秒、うん、そうですね、リスマウントが影響しましたね、サンドエリアのね。ラップタイム的にも35位、まあそうだよねって感じですね。やっぱりサンドエリアを頑張るところに振るのか、この上り区間を頑張るところに振るのかって結構悩ましいですよね。両方振れれば当然いいんでしょうけど、なかなかそういうわけにもいかないし、で TCX やっぱちょっとね、バイクが重いんでなかなかこの上りが辛かったところもあるんですが、ここは根性で、あ、リーホル選手をパスしたんですね。そうだ、まあ、前半で出してか、前半を抑えめにしてこういうところでちょっと挽回するかというところの選択肢で、まあ、この週はだから結果的にうまくいったのかな。前を走る2人をパスできて、下り区間でちょっと心拍を整えられてないね、173の心拍で試験に向かいます。まあ、でもこの下り区間はね、そうね、どこで休むかを考えながら走るって言ってた、去年のレースのことを今思い出したんですけど、今年はそんなこと全く考えてなかったですね。なかなかちょっとメリハリをつけないといけないなとは思ってたんですけど、坂であんまり踏まないっていうことぐらいしか、であと3度では頑張るっていうことしか考えてなかったな。だからそう、このオンロード動画も結構コメント入れて、結構大変なんですよね。大変なんですけど、大洗はちょっと本当もコメント入れたかったんですけど入れなかったんですけど、千葉も、1週間経ってしまってですね、なかなかちょっとこの時期仕事が大変なんでどうしようかなと迷ったんですけど、やっぱり結構ね、練習会場行ったり練習場とか行くと、あ、おさむしゅさんですよねみたいな、動画見てますとか結構話を、聞くんですよね。でコメンタリーとかもコースの紹介とか、周りの選手となんかいろいろバチバチやってるところの状況とか、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ラストです。金色のポンチョ、宗像選手ありがとうございます。そうで、そうコメントいただくので、まあ、チャンネル登録者数とかも全然少ないし、本当に、ね、ME2 の真ん中ら辺走ってるニッチな需要の少ない動画を作ってるのであれなんですけど、まあ、どっちかというとやっぱりちゃんとそのレースをしっかり、自分のオンボード画面を見ながら、順位とか、ライバルの走りとかをこう見て、それを口でアウトプットしていくのって言って、あ、ここでね、リーホー選手と当たっちゃったんですよね。そうそう、さっきパスし直して近くを走ってるのは分かったんですけど、
左コーナーでターンインするときに外足荷重で足グッとペダルを出したところにリンゴ選手のフロントのホイールが入っ挟まっちゃってですね、多分落車しちゃったんだよな、大丈夫かな、うん、すいませんでした、ちょっと私の足が挟まってしまいまして、でここでね結構ね後ろちらちら見て、あリンゴさん大丈夫かなって心配しながらちょっと走ってたんですよね。まあ、いいかな、山本選手抜かれつつなんかすごいガッツポーズしてますよね。はい、でちょっとリンゴ選手見えなかったんで、もしかしたらちょっと担ぎ入っちゃったというか機材が壊れちゃったかもしれないですよね、すいませんでした。自分もちょっとね足挟まれて結構激痛が走っててですね、まあ、アドレナリン出てたからあれなんですけど、レース終わってから結構激痛が走ったんですよね。まあ、ちょっと機材の方も本当大丈夫かな心配ですね。まあ、ちょっとレースの方に戻りますと、まあ、なのでそういうコメントをいただいたのでっていうのもあるし、自分の振り返りっていうのもあるので動画作ってね、ここは乗車で行けました川端選手についてけで振り返るということで、やっぱりね取りっぱなしでそのままだけだと印象にも残らないとか、いいところとか悪いところとかもねちょっと流れていってしまうので、そういうのがないようにコメンタリーっていうのもあってコメンタリー頑張ってやろうかな、まあ継続は力なんじゃないですけどね。あ、川端選手とチロッと後ろ見ましたよね、レース後聞いたら後ろから来てるの分かったからここねもうすげえ踏んだとかって言いましたよね。本当に怪我明けなのにこのフィジカルっていうかフィジカルっていうかなんかもうマインドなのかなって最近思うんですよね。うん、またそうまた人が増えてるすげえ楽しいコーナーになってました。ね、反応できない自分が恥ずかしかったんですけど、めっちゃ面白くで、ひなちゃんありがとう。そうで例えば1周目にスタートで積もれてしまうとか、上りのところはちょっと収めていこうかなとかっていうのもやっぱりその自分の判断じゃないですか。それってまあ、何を優先するかっていう人それぞれそのプライオリティをどこにつけるかっていうのもあるんですけど、やっぱりねなんかフィジカルもそうですしテクニックもそうなんですけど、マインドっていうかパッションっていうんですか、ここで負けられないとか何でもいいから突っ込んでいくとか、そういうこう若気の至りじゃないですけど、そういうちょっとね守りに入らない攻めの姿勢とかっていうのがないとシクロクロスでいいリゼルトは得られないのかなっていうのがちょっと最近思ったところですよね。うん、カテゴリー2で結構前半よりは後半の方がリゼルトがあんまり良くないのが続いていて、まあ、練習フィジカルの練習してもあんまりリザルトにつながらないでしょ。でスキルって練習もやっぱしてるのにリザルトにつながらないでしょ。でまあ、とはいえ試験だってうまくないからなんて言ったらいいですかね、練習のための練習になってるみたいなところもあると思うんですよね。うん、なのでちょっとそういう練習の時から出し切るっていうかオールアウトするマインドがベースにあって、それで、フィジカルとスキルをこう兼ね備えていかないと、やっぱカテゴリーの中でシングルとかなかなか難しいのかなと思いながら、はい、シクロクロス芝のレースが終わりまして33位ということでございます。はい、ちょっと久しぶりのコメンタリーだったんでね、うまく喋れなかった一発撮りのところもあって申し訳なかったんですけれども、はい、ということで33位、 50% 届かなかったですね。はい、ということでリザルトを見ていきたいと思います。1位が松崎選手、信州大学、そうね、人数多いから2位までがショック、2位が山崎選手、3位が諏訪湖レーシングの山田選手、4位が惜しかったですね土井選手ということでございます。その他は、カサムーチョさん9位、羽根さんも8位か、いいとか走ってますね。竹内さん1周目1位だったんですけど11位ということですね。で私は、33位か、指導の山口選手、山本純平選手、川端選手の後、峯岸選手とお父ちゃんがすぐ後ろ走ってたんですね。あ、金井選手もここを走ってましたということで、足の怪我明けなのに、明けなのにというか怪我中なのにまたすごい、はい、ここもやっぱりマインドなんですかね、はい、怪我してるけど頑張るっていうか、うん、ところを感じた、リザルトでした。で最後にまあちょっと、ちょっと見づらいですけどね、Excel で集計したやつを振り返ると、私は37、35位、35位、32位、そうね、列車は31位がハイライトで、
そこからはちょっとペースも上げられず、単独走みたいな感じになって川端選手とずっと争って33位ということでした。ラップタイムも一番いいラップタイムが6分40秒ということで、トップの選手はもう6分フラットとかっていうのが確かあったと思うので、3、40秒遅いってなるとやっぱりレースになりませんよね。はい、ラップタイムのリザルト順位としても29位が最高位ということで、まあ、おしなべて30前後でまとまっているということは、リザルト的には33位というのは中等なところになっているというところが、はい、今回の千葉、シクロクロス千葉でございました。次は砦ですかね。砦、あとは伊豆の国に行こうかなと思ってますので、残り2000というところで、とりあえず今シーズンは M1 シングルでリザルトを稼ぐようなことができるように、はい、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。